10月シリーズはいろいろあったからね。疑問も出てくるでしょうよ。何やら今回はそんな話みたいですね。11月シリーズに向けてもキーになりそうだし気になるところだ。ということで今回は2つの疑問発生についてやるのでぜひ最後まで見ていってくださいね。ではまず1つ目からいきましょうかね。古橋と旗手はなぜ森保 J で出番をもらえない。大路の OB が指摘する必要な要素とは。前園正樹横ラム。古橋に関しては割と出番はあったような。森保ジャパン第1次も含めると確かになんだかんだ古橋は出番それなりにあったな。2026年アメリカ、カナダ、メキシコワールドカップ、ダブル杯のアジア最終予選を4戦終えて日本は3勝1分けと無敗をキープしている。だがそんな好調なチームでも、森保はじめ監督が選んだ選手を発表するときには、なぜあの選手を呼ばないのか、と疑問の声が上がり、試合が終わるとあの選手を使わなかったのはなぜか、という意見が国内外から噴出する。その出番がもらえない、選手たちを元日本代表の前園正樹氏はどう見ているのか、聞いた。日本代表戦があると必ず話題になる選手たちがいます。一人は古橋亨梧、セルティックスコットランド。今シーズンも相変わらず好調でここまでのリーグ戦8試合に出て4ゴールを挙げています。神戸にいた時からずっとコンスタントにゴールを挙げ続けていて、この得点力が日本代表に活かせるのではないかと言われ続けています。古橋は本当にずっと言われ続けてきましたよね。クラブでもずっと活躍してるわけだもんね。でも日本代表になると状況が一変する。ただ、残念ながらこれまで日本代表では21試合に出場したものの、なかなか活躍することができませんでした。古橋が得意とする裏への抜け出しと味方のパスが合わないのです。日本代表は1回ごとに選ばれるメンバーが違います。その中ですぐに呼吸を合わせなければならないし、それがうまくいかない時でも一人でゴールを挙げなければなりません。それがうまくいかなかったというのが今、選ばれていない理由でしょう。ですが森保はじめ監督はそういう状態の古橋であってもこれまで何度もチャンスを与えてきました。今は古橋がプレーの幅を広げる時を待っているのかもしれません。最初に言いましたが古橋についてはなんだかんだこれまで試されてきてたんですよね。そこで記事にあるようにオフザボールではいい動きするんだけどそこにボールが出てこない。気づけば前田だったり上田だったりが台頭してきていつの間にかフェードアウトって感じだったな。今回、残念ながら上田が負傷してしまったのでおそらくメンバーからは外れると予想されてます。もしかするとそこに古橋という可能性もなくはないんですが。でもなぜか呼ばれる気がしないのよね。もちろん実力は認めてるし大好きな選手なんだけど、絶望的なまでに森保監督の戦術と合わない。この、それでも呼ばれないだろうな、となんとなく思ってしまう感じ。それならむしろ町野とかそっちの方が呼ばれる可能性高く感じたり。また、呼ばれてもプレイの機会が少ない旗手レオ、セルティックスコットランド、もうなぜ使わないのか、という話題の一人として上がります。旗手は今年開催されたカタールアジアカップ、2戦目のイラク戦では後半39分から、3戦目のインドネシア戦では先発して後半24分まで、そしてベスト16のバーレーン戦では負傷交代する35分までプレイしていました。攻撃面ではうまくフォローアップして味方選手を支え、守備面ではこぼれ球にいち早く反応してコースを限定するなど攻守両面において気の利いたプレーをしていたと言えるでしょう。何をやらせても安心して見ていられる選手です。旗手もそうだな。この選手はなんといっても超ユーティリティプレイヤー。どこでもできるし何でもできる。世界中探してもここまで何でもできる選手は多くない。できないのはキーパーくらいでしょうか。センターバックもちょっと厳しそうではありますが、他は全部できますからね。最近の日本代表は複数ポジションできるのが標準みたいになったけど、その中でも旗手は突出してるわ。ところが現状では旗手を起用するポジションにはスペシャルな選手が2人以上揃っているのです。左のウィングバックなら三笘薫、ブライトン・イングランド、と中村敬斗、スタッド・ランス・フランス、がいます。トップ下やインサイドハーフなら、久保建英である、ソシエダ・スペイン、鎌田大地、クリスタル・パレス・イングランド、東安律、フライブルク・ドイツ、南野匠、エースモナコフランス、がいます。ボランチで考えても遠藤航、リバプールイングランド、と森田秀正、スポルディングポルトガル、田中碧、リーズイングランド、がいて、さらに鎌田も得意としています。つまり出るところがないのです。ただ、どこをやらせても平均以上のことができる旗手ですから、監督としては常にベンチに入れておきたい選手であることは間違いありません。本人は取り組んでいるのは数字の部分、と語っているようですが、出番が来た時に結果を出せれば、そのまま呼ばれ続けると思います。難しいところで全てにおいて平均以上。これは強みなんですけど、同時に特徴がない弱点もある。どうしてもそれだと日本代表は層が厚すぎるからスタメンで出れないんだよな。ユーティリティプレイヤーってどうしても便利屋になりがちですけど、日本代表での旗手がちょうどそんな感じになってしまうんですよね。
監督としては常にベンチに入れておきたい選手。まさにこれなんよね。スタメンとして使うことはほとんどないけど、いろんな状況に備えられる選手で便利。古橋にしても旗手にしても実力は問題ないんですよね。ただただ日本代表の選手層が厚い。これにつきます。それから2022年カタールダブルハイメンバーだった町のシュート、ホルシュタイン・キールドイツも招集されないことが不思議に思われる一人です。ここまでのリーグ戦8試合に出場して4ゴールを挙げています。同じ東京五輪世代だった小川航基、NEC オランダが招集されて結果も残していることを考えると、町野にもチャンスを与えてほしいと思います。今はいろいろなポジションに年代を変えつつ新しい選手を入れているので、町野は誰を入れるかという順番待ちかもしれません。もっとも、日本代表がこのまま好調を維持して2026年アメリカ、カナダ、メキシコダブル杯出場を決めたのなら、そこからはこれまで招集を見送っていた選手たちを呼ぶことができるようになります。この3人はその時チャンスをもらえるのではないでしょうか。そしてその1回限りになるかもしれないチャンスをしっかり捕まえなければ、次がないというのが代表チームです。今は呼ばれたメンバーだけでなくこうやって様々な選手が欧州で活躍してるからな。少し前なんて誰かが負傷したとかになったら絶望感やばかったのにな。すごい変化ですよね。海外クラブに所属してるだけで呼ばれてた時代が懐かしい。誰かを入れるということは誰かを外すことも同時に意味する。いろんな意見あるけど、本当に贅沢な悩みだわ。そして次はこちらの問題です。サイドバックがいる意味があまりない。森保ジャパンがあくまで3バックシステムにこだわるならメンバー編成は。指揮者の見解。北中米ワールドカップのアジア最終予選、ここまで4試合を消化した日本は 3-4-2-1 システムをベースに戦っている。11月にはいずれもアウェイでインドネシア、15日、中国、19日、と対戦するが、今後も3バックシステムにこだわってプレーすべきなのか。それに対し、指揮者の川路義行氏は、4バックを考えた方がいい理由がある、と独自の見解を示した。個人的には絶対にどちらかにしなければならないではなく、柔軟に両方使っていけばいいと思う。これってケースバイケースだもん。相手やその時のチーム状況にもよりますし、実際アジア最終予選直前までは両方試してきたわけですもんね。現行の 3-4-2-1 システムではサイドバックの選手を有効活用できていません。川路氏が指摘する通り、最終予選の4試合で菅原幸成は出番なし。長友佑都に至っては招集されながらもメンバー外が続いている。現状ウィングバックで使われている選手は堂安律選手、伊藤純也選手、三笘薫選手、中村敬斗など攻撃色の強いアタッカーで、ここに菅原選手はタイプ的にはまらない。もちろん菅原選手自身はウィングバックでもできると考えているはずですが、実際のところ出番がない。ウィングバックにサイドバック的な選手をはめるよりも、オプションとして4バックシステムを考えた方がサイドバックの選手たちは生きるでしょう。まあサイドバックの選手ですからね。そりゃウィングバックよりもサイドバックのある4バックの方がやりやすいでしょうね。サイドバックの選手はシステム変更で大きな影響を受けてるわよね。特にマイクマとか。あくまで3バックシステムにこだわるなら、サイドバックがいる意味があまりない、と川路氏は主張する。3バックを貫くなら、サイドバックを選ばないメンバー構成でもいいと思います。流れの中で4バックにするとして、サイドバック的な役割は伊藤選手も三笘選手もできます。このままではサイドバックの買い殺し状態になる可能性もある。森保はじめ監督の手腕が問われるだろう。私たちの意見は先ほど言ったように一つにこだわらずに柔軟にやればいいんじゃねって感じですし、森保監督もそうするでしょうね。特別心配はしていません。それよりさ、なんで3バックにしてるかって点も考える必要があるよな。そもそも純粋な左サイドバックが長友しかいない状況。伊藤も中山も怪我したからな。町田もできるけど純粋なサイドバックではない。まあこれは伊藤にも中山にも言えるが、3バックでうまくいっていたというのもありますが、そこも大きいんですよね。右はいるけど左サイドバックの人材不足。ここは本当にずっと解決してません。システムの心配するよりも個人的にはここを心配した方がいいのかな、と思います。ちょうど10月シリーズでは3バックの問題点も出てきたし、このタイミングでの11月シリーズ。これまた絶妙なインドネシアと中国という相手。もちろん油断はしません。アウェイですしね。ただ、少し挑戦はできる相手かなとも思いますし、10月シリーズの反省からどうするか見ものですね。スタートはやっぱり3バックだとは思うけど、流れや展開次第でどうやっていくかだよな。11月シリーズまた楽しみができたぜ。さて皆さんは今回の件どう思ったでしょうか。高評価とチャンネル登録ついでにコメ欄で意見を聞かせてください。それではまた次回。